はじめまして、石橋楽器審査員の丸山と申します。丸山くんです。よろしくお願いいたします。私、新年早々思想にやってまいりました。レッドハウス、公式嘘です、公式アンバサダーのケリーサインです。今日は丸山くんがこのオーダーしてくれたという、この心斎橋店でね、はい、販売するブルースパークというものを紹介するためにやってまいりました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの特徴をちょっとある程度このオーダーしたのは丸山さんなんでですね、はい、お聞きしたいなと思っているんですけども、はい、まずブリッジは後藤製です。後藤製です。ピックアップはオリジナル、レッドハウスオリジナルの僕も使っているハンバーガーだと思います。そして、このおそらくレッドハウス特にコンパウンドラディアスといって、だんだんこう少し丸みがあるのが平たくなって引きやすい、この握り心地がいいとなっております。で、まあ、ヘッドは黒でね、でレッドハウスではピンクがちょっとロゴなんですけども、これはブルーにしておりますね。かっこいいですね、はい、ここがマッチングしているというになっております。背面は特に変わりはないんですけど、まあ、結構ブリッジスプリングは柔らかめになっていると思います。僕のもそうなのでね。で、ボリューム1、ボリューム1トーンで今ご覧いただいたコイルタップがついておりますので、多分8シングルになるんですね。はい、さようでございます。で、スポーンセレクターハーフでね、まあ、クリーンでこのトイレタップでハーフにするの一番クリーンな音が出ると思われます、はい、というわけで以上、今からちょっと弾いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。弾かせていただきます。Thank you.
続いて泉のね、もうこのギターはもうそのどちらかというとメタル丸山くんなんで、店員さん丸山くんもヘビーメタルですから、多分歪んだ音に特化したギターになっております。まず歪みのアンプとギターだけの歪みでやってみましょう。まあ僕はアンプはちょっとクランチトーンにしているので、クランチトーン結構 JFM 歪みますから、このぐらい十分。まあ70、80年代の、ね、音だったら十分これでも出るような感じです。ただ時代はもう90年代から30年経ちまして2020年となりました、はい、音も進化した中開発されたのはこれ ODX2 Project YMD のケリー・サイモンシグネチャーです。ケリー・サイモンシグネチャーと言いながらもおかげさまで結構売れてます。ケリー・サイモンシグネチャーがなければもっと売れてるかもしれない。この ODX2 というのは、3種類のブースト機能がありまして、ブルー、まさにちょっとブルース的なクランチ、そして僕のメインで使っている、まあ、チューブスクリーマー的ミドルレンジをかなりこう持ち上げる808モード、そして次は少し、DOD のグレイモデル250を意識した黄色のモード。しかしながらこちらにある専用の250単体と違い、何 の因果か違うか、ひょんなことから音が抜け抜けになってしまいました。なので250回と言いますので、こちらの回モードをちょっと使っていきたいと思います。そしたら見事なこの音抜けになります。少なさも一応この KS エフェクターの売りでございます。ということでほとんどエフェクターの宣伝です。せっかくですからもうちょっとこれで演奏したいと思います、はいはい、ということで1曲聴きましょう。ここでね